どうも、ビオトープ大好きカプラです。まだ作ってないんですけどね。これから作っていきます。で、今日は土を決めようと。ビオトープに使う、まあ、大事な土ですよ。石？石っていうか土っていうか底砂ですね。これで何を使おうかなというところで、動画を撮っております。で、まだまだね、道具、メダカの道具ちょっと用意してなくて、これからちょっとすぐにね、用意していこうかなと思ってるんですけど、まあ、どうしようかな。うん。っていうのを今日ちょっと動画に しました。皆さんが、どんな土使ってるのかとかね、教えてくれると嬉しいです。はい。というわけで、ちょっとね、こちらにある通り、まあ、ちょっとメダカ、まあ、土なんかでね、ググると出てきます。まあ、これは赤ガーデンさんのサイトなんですけど、メダカのビオトープに向いている底砂土8選ということで、まあ、これまさにね、僕にぴったりな記事だなと思っています。はい。なので、ちょっとね、見ながらね、これちょっと決めていこうかなと。何使おうかなっていうのをちょっと決めていこうかなと思います。メダカといえばね、やっぱりこれかなと。赤玉土ね。これは僕もやっぱり聞いたことあって、赤玉土は、吸着がいいと。メダカの糞とか、あと餌から出るリン酸とか、まあそういったものが、まあ、吸着するということで、僕もアクアリウムの水槽を当時ね、始めたばっかりの時は苔に困ってたことがあったんですよ。なので、魚を入れすぎてたのかな。それで苔がいっぱい出ちゃって、じゃあその栄養分とか吸収するのに赤玉土を水槽に入れてやろうということで、入れたことがありました。多孔質でバクテリアの住処になるということで、まあ赤玉土っていうのはね、非常にメリットがあると。園芸とかにもやっぱよく使われて、植物が根が張りやすくて、ビオトープに最適っていう風にね、ここにも書いてあるんですけど、とにかくね、赤玉土って一回使ったことあるんですけど、洗わないとすごいんですよ。茶色い水になっちゃって、ゴミが。で、割と崩れやすくて、ちょっとね、水の中では扱いづらいなって僕印象があったんですよ。源泉というか、洗って、ある程度のその汚れが取れるまで時間かかるし、なんなら使ってるうちに潰れてまた汚れが出るし、結構ね、癖がある感じで、なんか使いづらいなっていうのは正直ちょっと思ったことがありました。どうなんでしょう。ちょっとまあ素人考えなんですけどね。手綱。手綱ね、これ良さそうですよね。ゴルドラスの水槽で手綱使ってる方もいらっしゃいますし、メダカのね、ビオトープならこちらがおすすめということで、粒が細かく角がないのでメダカを傷つけることもありません。砂の密度が高くて汚れが溜まりやすいから定期的に掃除が必要か。ちょっとそれはめんどくさい。めんどくさいって言っちゃダメですよ。結局外でやるんで、そうですね、プロホースとか持ってって掃除するような感じになるんですかね、手綱で やる場合はね。荒木田土。荒木田土って僕ちょっと使ったことないんですけど、どんな感じなのかな。水草の育成に向いていると。で、栄養がたっぷりだから苔が生える可能性が増えるということみたいですね。だから、アマゾニアとか、そういうようなイメージですかね。アクアリウムではアマゾニアですかね。結構栄養がたっぷりなんですね。ちょっと、そうですね。できれば、栄養は吸着というか、どっちかっていうとそっち寄りになってほしいからな。ちょっと難しいかもね。あ、出ましたよ。これ、大磯砂。これですよね。やっぱりメダカといえば、僕のイメージね。大磯砂、メダカのビオトープにおすすめ。で、粒が大きさいろいろあって、メダカには角がこう目立たないんで、まあ、細い、小さい大磯砂が向いてるということみたいですね。で、かなり、長期間使えると、粒が潰れないので。ただ、栄養を含んでないから、粘りが良くないから、水草を植えるときには、ちょっと、植えられる水草が
決まっちゃうよと。松本かホテイソウとかね、こういう浮き草を使うといいでしょうって書いてありますね。水草ね、植えてみたいんですけどね、なかなか難しそうですね。藤綱、これ僕ちょっと使ったことないんですよ。盆栽用の藤綱、富士山の付近で採れる藤綱は多孔地でバクテリアの住処に最適と。あー、メダカのビオトープには、小さめの砂を使うのがいいと。体色が濃く変化する。真っ黒な砂が敷かれたし環境では体の色が良くなるって。いや、これいいですね。あ、だからあれなんですか、ビオトープとかトロブネとかってあれですかね、黒く塗りつぶしてあるあのやつなんですかね。なんかあえてこう発泡スチロールとかを黒く塗る人もいるじゃないですか。あれってそういう意味があったんですね。全然なんで黒くするんだろうっていうふうに思ってたんですけど、あれ色上げのためなんですね。はあ、知らなかったな。純プラチナソイルも使える。あ、これ持ってますよ。すぐにでもできる。うん。多孔質でバクテリアの住処になりやすく、ソイルの持つ吸着効果で余分なリン酸など吸着してくれると。水草の粘りもいいですよね。プラチナソイルだとね。だから、水草も育てられると。これいいですね。プラチナソイル。家にもあるしね。あ、メダカサンドってのがあるんですって。pH や硬度の変化を抑える。吸着系なのかな。で、バクテリアの住処にもなるということです。一度安定すれば頻繁に水替えする必要もありません。これは楽ですね。いいですね。あ、これ見たことあります。メダカの天然黒玉土。これはお店で見たことありますね。須藤の。メダカの天然黒玉土は、天然の土を丸くした、鼻くそみたいに、よりねじった、土ってことですよね。栄養系のソイルなのかな。色素を吸着する効果があると、餌などからで溶け出す。透明度の高い綺麗な溝を作ると。吸着系なんですね。真っ黒な土なので、保護色の効果でメダカの色上げに効果的。だから黒いからいいんだ。色が上がるんだ。で、だけど長期間使ってると粒が崩れてくるので定期的に交換が必要。なるほどね。そうなんだ。めちゃくちゃ、勉強になったな。結局だからメダカの土にはメダカが体触れても傷つかないような丸い石が良くて、で僕は水草も一緒に植えたいので、ある程度粘りが必要、粘りが、根っこはね張るんで、粘りが必要っていうことだし、バクテリアの繁殖もさせたいし、できれば水替えとかあんまりね高い頻度でやりたくない、掃除もそこまで高い頻度でしたくないなって思ってるんで、できれば自然に任せたいということで水草はたくさん植えたいんですよ。なので水草を植える前提である程度栄養は、魚の糞とか餌とかで賄えるような構成にしたいなっていうのをちょっと考えてます。はい、そんなねわがままな僕に、こんな土がおすすめだよと、教えてくれる方はぜひコメントで教えてください。ということで、今回はねちょっとそうですね、底砂どうしようかな。とりあえず今家にあるものは吸着系のプラチナソイル、あと、pH コントロールする、まあ、コントロソイル、それとネイチャーソイルとアマゾニアでしょ。あと、溶岩石の砂利と、軽石がありますね。軽石。軽石って言っても、浮くやつじゃなくて、沈むタイプの、で、粒の超細かいね、軽石がありますね。で、水草は、外で生えてる、ショートヘアグラスとかあるんで、そのあたりを植えられたらいいな、というふうに考えてます。まあ、できるだけね、メダカにとっていい環境を作りつつ、水草で栄養を吸収すると。自然に近い形でね、育てていきたいなっていうようなのをちょっと考えています。難しいのかな？どうなんだろう。水替えとかやっぱ必要だろうけど、そうっすね。プロホースで掃除とかはまあ、
いらないような構成にしたいなと思ってます。やっぱ必要なのかな。餌の頻度とかもそんなにね、メダカで冬場って言ったらそんなに餌食べないでしょうから、あんまりね、餌で水が汚れるっていうのはそこまで心配してないです。あんまり多分、もうだいぶね、気温も落ちてきて、半袖じゃあ過ごせないぐらい、今半袖で過ごしてますけど、これエアコンね、エアコン管理してるんで、アクアリウムの部屋は。外はね、もうものすごい寒くなってきてるんで、そろそろメダカもね、ちょっと動きが鈍くなる頃かなっていうふうに思ってるんで、まああんまりこう、餌とか水質、水の汚れに関してはそこまで心配してないです。ということで、今後もね、ちょっとメダカの、ビオトープ立ち上げに向けて、準備していこうと思っております。おすすめの定食あったらね、ぜひコメント欄で教えてください。この動画いいなと思った方、チャンネル登録、まあ、ただおじさんがね、くっちゃべってるだけなんですけど、よかったら、チャンネル登録していただいて、またね、別の動画を見てくれると嬉しいです。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。